明けましておめでとうございます。おめでとうございます本日は、はい、ふもとっぱらの方にお正月キャンプに行こうと思います、はい、現在1月1日でございます、はい、予約が取れました。取れました、よかったですまあ31日は惨敗したんだけどさで昨日は大暴風雨祭りだったらしくて、うん、大変だったみたい、ね、すごい大変だったみたいですけど、うん、今日はちょっと午後から、風がだいぶ、うん、穏やかになるっていうところだったので、まあ、それを信じて向かいたいと思っております、はい、本日もそして本年もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますをキャンプ地とします、はい、風が強い、ね、頑張りましょう頑張ります。はい、OK、やりましょう。ちょっと諸条件が悪かったので、はい、引っ越してきました。山本だけ事情ですでもふちゃん、ここからでもバッチリ見えるし、うん、いいと思います。結構悪いでしょ。はい、新しい小川のギアを手に入れました。はい、まあおこもり用の、うん、あの端が立ち上がるグランドシートなんですけど、なんかもともとパンダ TC の、パンダ TC のグランドシートを使ったんですけれども、あれはちょっとサイズ感がね、うん、ちょうど良かったから使ってたんだけど、うん、まあ、小川さんから正式に来てたということで、はい、買ってみました。はい、ちゃんとしっかりしてます。素晴らしい。これでベルクロで立ち上げられるので、以前はね、パンダの時はペグで打ってたんですよ。そう、結構大変だった。そう、それがなくなったので簡単ですね。こんな感じ。設営終わりました。終わりました。すごい綺麗な富士山が見えてます。最高です。見えます。見えますよ。良かったです。はい、前回のおこもりといろいろまあ細々したところは変わってありますが、はい、一番大きく変わったところはあの座椅子を導入しました。はい、ニトリの座椅子を買いました。はい、これがめちゃめちゃ良いね。で背もたれもあるから、うん、あの腰に来ないので、うん、めっちゃいい感じです、まあ、ちょっと遅い時間なので、うん、まあ、サクサクっと食べて今日は、すき焼きにしたいと思うんですが、素晴らしい。その前に、はい、いつもの乾杯のおつまみですね、はい、正月っぽく手巻き寿司豪華とプチ王道中華ですね。おいさー、へー、いただきましょう。これでお腹いっぱいにならないことは私はいつもの、はい、富士山に乾杯。素晴らしい。ふもとっぱらビール、いい、あー、うん、いただきましょう。富士山に乾杯。乾杯。ちゃんと見える。まだ大丈夫。おいしい。うまい。こんな美味しかったっけいただきます。うん、いい、うん、いいね。いただきます。うん、うまっ。
うん、綺麗だね富士山ね。なんか久しぶりにこんな綺麗な富士山見た。久々に見たよね2年ぶりぐらいとかも2年ぶりぐらいに富士山見たちゃんと元っ腹でいや綺麗だ、うん、本当になんか今のところ風も収まって、うん、ね、穏やかなお正月です。でなんか私勝手にお正月の麓っぱらパンパンだと思ってたの。なんかいろんな動画で結構混んでる様子を見てたから、うん、混んでてパンパンとか、そう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 、もう本当に結構隣同士の距離とかもめっちゃ近いみたいなイメージだったんだけど、うん、意外と全然そんなことなくて、まあ過ぎてる場所選んだっていうのもあるけれども、うん、周り全然いないよね。そうだね、うん、まあ、昨日の爆風すぎて連泊の人がいなくなっただけなのか、うん、意外と快適に過ごせてます。いつものふまとっぱらより快適なんじゃないか説その説はちょっとある今日は薪ストもあるので薪ストで、うん、まあ、この後ちょっと日傾いてきて寒くなってきたんでそろそろ炊きつつ、うん、はい、やりたいと思います。楽しみです。では引き続きのんびりいたします、はい、よろしくお願いしますすき焼きをします、はい、好きの焼きです。好きの焼きをやります、はい、ということで、早速おのおの食材を切ってまいります、はい、飾り包丁のさ正解が未だに分かんないんだよね。合ってるよ。本当、うん、センスってどっから買えますかまずは火に入れて牛脂を与えましょうか。はい、じゃあいきますよ、うん、お願いします。はい、牛脂を温めてる間に今日のお肉、宮崎牛です。黒毛和牛ですね。ふるさと納税、はい、ふるさと納税でゲットしました。この状態にネギを入れます。ネギの香りができたら、割り下入れます。本日の割り下、どどん、読めない読めないけど美味しそうなやつ、諦めた。はい、あのちょうどいいぐらいある。はい、でお水250です。すごい、うん、うん、お正月なのでいびつです。うん、うん、爽やか、ね、華やか、華やかですね。香り豊か。現在、外の気温マイナス 0.6 度。おお、氷点下いったね。幕ない。はい。19度。あったかい。あったかい。素晴らしい。もうなんかさ、やっぱお座敷スタイルはさ、うん、お尻にさ、猫生えちゃうよね。ね。晩ご飯を食べ終わりまして。はい。ちょっと、締めにうどんをしようと思ったんですけど、うん、お腹が。お腹いっぱいでした。お腹いっぱいで。そもそもちょっと、つまみ食べ始めるのも遅かったから。うんうんうん、締めは明日の朝にしたいと思います。はい、朝ごはんにしましょう。はい、のんびりまったりの晩酌の時間でございます。はい、じゃあ乾杯するか。はい、これ今日の最後のお酒です。はい、最後です。今回全然飲んでないね前回のふもとっぱらの半分ぐらいしか飲んでないじゃん。確かに前回のふもとっぱら飲みすぎた。飲みすぎた。はい、お疲れ様です。ああ、美味しい美味しい。あと下の怒ったスタイルの、うん、何、電気毛布、うん、
かいい仕事してくれてますね。一番小さい暖かさで全然ポカポカしてる、うん、眠たくてさっき打とうとしてたなんかポタネンも全然頑張ってくれてて。そうだね、まだ 67% もあるので、うん、まあ、ちょっと全部フルフルで使っちゃうと明日の朝使えなくなっちゃうかもなので、一旦、2時間くらいでセッティングして、うん、寝て、まあ、明日の朝また使うみたいな感じにしようかなと思います。ね、ちょっと狭いけど、うんうん、これぐらいがちょうど何もかも手が届いて確かに腰を上げないまま何もかも手が届いていいかなと、うん、ですね、はい、もう夜は床に寝ますまあ前回と同様、ね、あのぐらいがいい。ちょっとね、ここにコットとかってなるとまた大変だから。そうだね、結構きついよね、うん、ギチギチ入らなくもないけどみたいな。もうこの子畳んでみたいな感じになったらいいんだろうけど、うん、まあそこまでやる必要もないしね、うん、ちょっと電気毛布の恩恵を受けましょう。全然2人寝れるしね。うん、車の話してもいい？ああはい。なんとですね、はい、今世間を賑わせている。賑わせているのか、賑わせてるかわかんないけども、好きな人たちだけ騒いでる確かに一部の界隈で賑わっているあのトヨタの新しい車、うん、ランドクルーザー70がですね、はい、なんと我が家当選いたしまして、納期はまだ先なんですけれども、そこに向けてちょっといろいろ準備はしていきたいなと、うんうんうん、まあ頭金もそうですけども、まあそうですね、頭金使われるところはもちろんですけれども、あのカスタム系、うん、カスタム面のところで旅をしたいと思ってるので、旅できるような装備とか環境とかを整えるような準備をしていきたいなと思っております。下調べをするってことですね。そうです。車関係だとあの私は相変わらずのペーパーを極めているので、はいはい、ゴールドペーパー免許といっても過言ではないぐらいペーパーを極めているので今の車もあと1年というところなので、うん、まあ、せっかくなんで1回くらいは運転してあげたいなという気持ちがありますので、はい、もう1回って通い直した方がいいんじゃないかなでもちゃんと安全なところで本当に見極めをします。あ、お願いします、はい、あの NG が出たら本当に運転させませんので。あ、はい、ありがとうございました今のウィッシュと思い出たくさん作りたいと思います。はい、はい、まあキャンプもぼちぼちやりつつ、うん、もしかしたらちょっと頻度が減ったりとかはあるかもしれないんですけど、ね、うん、まあ、できる限り週一投稿できるように引き続き、はい、頑張っていきたいと思います。はい、のでチャンネル登録と高評価を何卒よろしくお願いいたします、はい、引き続きよろしくお願いいたします先日のキャンプでもね、お声掛けいただいてて。あ、そうだね、うん、なんか徐々に見られてるんだなという。本当にチャンネル見られてんだね去年の4月ぐらいも同じようなこと言った確かに今日はもう本当に2年ぶりぐらいの本当に久々にいい富士山を見ることができました。本当はね、去年も撤収後には同じぐらい綺麗なのを見れたんだけど、キャンプ中は見れなかったので、うん、明日朝はワンちゃんあるのかどうか、はい、こうご期待。はい、なかったらなんか適度に私たちここであの、はい、うどん食べたりコーヒー飲んだりします。富士山かうどん食ってる姿はい、うん、ということで、あのこの後引き続きお酒飲んでゆっくりして過ごしたいと思います。はい、ではまた明日。はい、おやすみなさい。おやすみなさいませ。バイバイ。おはようございます。おはようございます。なんか知らんが雨が降っておりますあー、雨雲レーダーにも映んないからいつ止むか分かんないよ。いやほんとパラだね。そうだよね、うん、いつもこんな、いつもこんな感じ。もうなんか最近慣れてきました。はい、もう雨手順確定なのではい、よきようにやります。よきようにやります。今日はうどんです。昨日の、すき焼きの締めをのがいっぱいできなかったので、うん、今から締めのうどんを食べるのと、はい、伊達巻きを綱さんが食べたいというので買ってまいりました。お正月っぽいですね。はい、そちらを食べたいと思います。はい、いただきます。いただきます。あったかいうちに食べてください。ね、美味しそう。うん、
おいしい。いい感じだね。うん。なんかてっきり晴れ、うん、ギリギリ晴れ撤収というか、晴れってことでもないけど、降られないで撤収できるかなと思いきや、もうめっちゃ降られてるって。なおかつ特に雨撤収用の装備も何もしてきてないので、はい、びしゃびしゃになりながらなんか頑張ってると思いますので , 笑ってやってください雨撤収だからって言って朝起きてから早々にいろいろ片して、うん、もはやおこたつスタイルでもないっていう、そうね下にカーペット引いてるだけでもあったかいわ、あったかい、うん、はい、ということで、はい、アメテッシュの私たちの勇姿をお見守りください。やだね。仕方ない。うん。しょうがないね。しょうがないね。まあ、とりあえずご飯食べよう。はーい、うん。おいでは。おいでは。今回の最小最大温度。最高が5度。幕内21が最高。最低がマイナス3度。幕内6度。あったけ。本当に1月か。OK! めっちゃ雨。普段お世話になってキャンプユーさんにお土産を買っていこうと思います。2020年の限定ステッカー、ちょっと限定という言葉に弱いので買います。はい、かわいい、かわいい、いいね、1枚いっちゃうか、はい。